女優の高橋ひかる、コウは正式には、はしご高は、31日発売の BLT グラフボリューム93の表紙、巻頭に登場。端麗なビジュアルと抜群のプロポーションを披露する、高橋ひかる、BLT グラフ、表紙登場。現在放送中の土曜ナイトドラマ、ハレーションラブ、テレビ朝日系で主演を務め、自身がパーソナリティを務める冠ラジオ番組、高橋ひかるハイウェイランウェイ、JFN系、やファッション誌の専属モデル、数多くのバラエティ番組への出演など、その活躍の勢いが止まらない彼女が本誌2度目の表紙を飾る。今回は彼女の女優感にフォーカスを当てるべくシックな雰囲気のスタジオで撮影。洗練された空間で彼女の端麗なビジュアルと抜群のプロポーションを余すところなく表現した。また彼女が培ってきた表現力が織りなす多彩な表情も披露している。桜坂46、STU48 ら登場。桜坂46 3期生連続グラビア企画、Begin to Bloom 第3回には村山美優が登場。今回は、クール&エモーショナルをテーマに撮影。雨上がりの湾岸をロケーションに夏の終わりのセンチメンタルな雰囲気が感じられるグラビアをお届けする。バル、現在、STU48 全国ツアー2023を開催中の STU48 から小島愛子が登場。その愛らしいルックスを存分にお届けするべく沖神室島、山口県大島郡周防大島町をロケーションに撮影。思わず恋をしてしまいそうな可憐さが詰まったグラビアに、出会いについてのロングインタビューでは、グループ加入前のエピソードをたくさん告白している。30日にフォースシングル、ブルーミンをリリースする理由が登場。ラブライブ、スーパースターのスクールアイドルグループ、ミエラのメンバー、からか火薬としても人気を集める彼女を千葉県富津市の自然豊かな街並みで撮影。持ち前のあどけなさと、ふっと垣間見える大人の表情も収めた彼女の魅力満点のグラビアとなっている。女優、白川せりは本誌初登場で水着グラビアに初挑戦。抜群の透明感を持つ彼女を生活感のあるスタジオで撮影し、親近感のある等身大の姿を切り取った。今後ますますの活躍が期待される女優の初水着グラビアとなる。バル、バック所属の6人組ガールズグループ、EX ホワイツのソロポートレート連続企画、EX ホワイツポートレートプロジェクト、EX プレッシブ、にまゆが登場。同企画では、ファンの間ではかねてより定評のあったメンバーたちのルックスの良さを存分に活かし、それぞれの個性に合わせた写真表現を目指す。第4回となる今回は、キュートさとミステリアスな雰囲気を合わせ持つ彼女の麗しさとしなやかさを、大自然で存分に表現した。YouTuber、池ちゃんが同誌に初登場。YouTuber として活動する傍ら、水着グラビアが大きな話題を呼び、4月にはファースト写真集を発売した彼女のありのままの表情や飾らない所作を、まっすぐ丁寧に撮り下ろした。一日中彼女と過ごしているような気分を味わえるグラビアをお届けする。